キタリーはアメリカ合衆国メイン州ヨーク軍南端に位置する町。人口は2000年の国勢調査で9543名。キタリーはメイン州のゲートウェイ・ゲートウェイツーメーンを宣言している。ポーツマス海軍造船所はシーベイ島に位置し、キタリーは道東及びキタリーポイントの海岸地域、ショールズ群島を含む。キタリーへの入植は1623年に始まり、 1647年に合併したため、キタリーはメイン州で最も古く合併した町とみなされる。キタリーの名は創立者であるアレクサンダー・シャプリーの出生地であるデボン州のキングスウェアにあるキタリーコートにちなむ。シャプリーは1635年に共同所有者のフランシス・チャンパーの温泉町の指揮するベネディクション号で入植した。ペッパリル家と共に、 彼らは、ショールズ群島で漁業に従事し、塩を生産し、ヨーロッパへの輸出を行った。他の開拓者たちは、狩猟や木材生産に従事した。ピスカタクオー川川口の入植者たちは、マクラリー取りで守られた。キタリーは当初、サーモンフォールズ川上流の大西洋岸内陸部から拡大した。現在のエディオット、サウスバーウィック、 バーウィック、ノースバーウィックを含む。キタリーは貿易及び造船業の中心都市として発展したニューハンプシャー州ポーツマスの対岸に位置した。メイン領主であるフェルナンド・ゴージーズ教の死後、キタリーは1652年にマサチューセッツ湾植民地の一部となる。ジョン・ジョセリンは1663年にこの植民地には町はそれほど多くない。キタリーは パサカダウェイからそれほど離れておらず、最も人口が多い、と書き記している。アメリカ独立戦争時に、アメリカ海軍発の軍艦がバジャー島で建造され、その中には、ジョン・ポール・ジョーンズの指揮したレンジャーも含まれた。ポーツマス海軍造船所は、アメリカ合衆国発の国営造船所であり、1800年にファーナルド島で設立された。 銅像戦所は、現在も創業を続け、本土とは2本の橋で接続される。銅像戦所はコンスティチューションを再建し、南北戦争時のスループ、キアサージを建造した。シーベイ島は併合され、ポーツマス海軍刑務所となったが、同刑務所は廃止された。キタリーにはいくつかの歴史的建築物が存在し、その中には1733年に建造された。 ウィリアム・ペッパーレル・ハウスや1760年に建造されたレディ・ペッパーレル・ハウスがある。1662年に建造されたジョン・ブレー・ハウスはメイン州における最古の現存する家屋であると考えられる。ジョン・ポール・ジョーンズ州立史跡は国道1号線に位置し、同史跡にはバシュカピー夫刷のメインセーラーズソルジャーズメモリアルが展示される。道道を北上すると ファクトリーアウトレットショッピングが開発され観光客に非常に人気がある。キタリーポイントはシーポイントビーチ及びフォートフォスター公園が所在する。フォスタートリでは港湾防衛の拠点であった。1996年には映画痩せゆく男がキタリーで撮影された。ありがとうございます。